さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日は、石狩浜海水浴場のそばに来ています。この先を左に行くと、この時期としては寂しい海水浴場に至ります。今日は海水浴場はスルーして、熱田までの25キロをドライブします。目指すは、道の駅、石狩、アイロード熱田です。この道路は国道231号線、オロロンラインです。アイロード熱田から留萌までは、2021年7月16日動画配信済みです。今後、海岸線ぐるり北海道を、パートに分けて動画にしていきたいと思っていますが、距離が距離だけに、数年がかりになるかもしれません。北海道の外周は、2800キロくらいになるそうなので、ご理解ください。石狩河口橋、1412メートルを渡ります。石狩川河口河川敷って、こんなに長いんですね。ものすごく急いでいる車ですね。狭い日本、そんなに急いでどこへ行くって CM ありましたね。現代は、分秒のレベルの時間社会。情報化が進んで効率化しているのに、かえって時間に追われているように感じるのは、ウプ主だけでしょうか。ウプ主は、現役を引退して、週末までの余生を生きている身なので、余計に周りとの時差が大きくなっているのかもしれません。またもカット日の車です。ザ・モップス、鈴木博光の気楽に行こうよを思い出しました。のんびり生きよう、俺たちは、焦ってみたって、同じこと、心にも、運転にもゆとりを持ちましょう。やっと海が見えてきました。Google 先生が、左に行きなはれとの命令です。国道から外れ、より海に近いルートに誘導されました。しかも速度指定なし。
法定速度60キロまで飛ばし放題です。いいね、いいね、この景色。道外の皆さん、北海道、羨ましいでっしゃろ。ぜひ、北海道に旅行に来て、運転を満喫してくださいね。ただし、飛ばし放題をやると、切符切られ放題になるので注意です。ここは、カシオペアの丘、峰止まり駐車場公園というそうです。海岸のすぐ脇ではなく、ちょっと物足りないけど、注目ポイントは、水平線まで広がる星空のパノラマが人気のスポットらしいです。可愛い娘さんと星空を見上げて、あの星を指輪にして送りたいなんて言ってみたいですね。浜田省吾の星の指輪を連想しました。でも、人気スポットということは、周りに大勢のカップルが密状態で、ロマンチックもクソもあるもんか、ってなことになりそうです。国道に復帰しました。道の駅石狩アイロード厚田に到着です。下の海岸線には厚田海浜プールがあります。昆布真っ黒クロスケではなくウニ、タコさん、ホタテちゃん、カレーと賑やかな壁画です。
消波ブロックに守られた海浜プールには、砂浜もあって、内海の海岸そのままです。これなら、多少波があっても、安心して子供を遊ばせられますね。40年前なら、走りながら海パンになって海にドブンでしたが、今では、十分に準備体操して、気を引き締めて、砂浜で甲羅干しが関の山です。海で遊んだ後は、必ず真っ赤に日焼けして、数日は地獄の苦しみでした。夜も、背中を下にして寝られず、もう、日光浴なんかしないって思うけど、次に海に行くとさ、焼くぞ焼くぞ。学習能力がありませんね。似たものでは、アルコールもそうですね。ヘベレケによって、二日酔いになると、もう、酒なんか飲まないって思うけど、アルコールが目の前に現れると、さあ、今日も飲むぞって。ただのアホですね。でも、人生そういう試練を乗り越えて、人間が大きくなるものです。ウプ主は、小心者ですが、試練が多すぎて、態度が成長しすぎました。テトラポッドくんが、クンズホグレツからまって、この海浜プールを守ってくれています。テトラポッドを考えた人は、サザエが絡まって塊になっているのを見てひらめいたそうです。フグタサザエではないからね。念のため。石狩浜から厚田までの25キロのドライブはおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。青い空、穏やかな海、夏のいいとこ取りのいい日、浜辺の賑やかさの見られない虚しさを胸に、ここ、厚田海浜プールからお別れです。では、バイバイキーン。